今日は私と文旦はね、あの黒コーデで行きたいと思います。お、ブラックコーデ。そうそうそう、なんかすごい最近なんかこういうサラサラの材質が日本流行ってるって文旦が言ったので、まあ、ね、インスタも投稿してますんでぜひ見てください。そう、なんか文旦のインスタで投稿してます。文旦のアカウントはこちらです。ブデン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 ってぜひ見てください。ハロー、みなこんにちは、るちゃんです。文旦です。今日も動画を見てくれてありがとうございます。はい、では今回のテーマは、日本語の勉強で、職場の日本語です。職場でいうか、あのバイトの時なんか飲食店とか、まだサービス業が使えるような日本語で見ます。接客的なやつだ。そうそうそう、そうなんかポイント、なんか接客7大用語を今日の動画でお届けしたいと思います。イエーイ、よろしくお願いします。お願いします。私が、まだ慶応の別館の時代でロフトで働いてたんですよ、うん、なんかバイトで。その時に毎日の朝、うん、なんか朝礼テレビがあって、全部の従業員が開店の30分前集まって、うん、接客の7大用語を全部復唱してから、今日も1日よろしくお願いしますって1日の仕事が始まるみたいな。いいじゃん、気合い入れるためにもね、うんうんうん、いいかもしれないね。そう、なんかみんな一緒に行こうって感じですよ ね一緒に頑張ろうみたいな、そんな感じだよね。はい、では入ります。はい一つ目は、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。そうですね、ここは、ファイン・ゴンリンの意味です。ファイン・ゴンリンよく聞くでしょ、ピッチャーも。なファイン・ゴンリンはいらっしゃいませの意味。そこは注意しないといけないのが、絶対元気よく声大きく喋らないといけない。友達がアパレルで働いてたら、絶対出勤の時にちょっと日本語を喋る声をちょっと上がらないといけないって。あ、ワントーン上げる。そう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 、言われた。すごいね、うん、その方が多分お客様が親切感を感じる。だからそんなに重く感じないのがポイントだし。そういうのがあるんだ。そうそうそう。あと若者が使う用語でね、うん、社製とか言うね。あ、いらっしゃいませを社製に略語します。そうそうそう、そう、まあ他にもね、ありがとう、あざすとか。あ、これは注意しないといけないのが、ね、これは本当友達に言うやつ。上の上司とかには絶対言わないように気をつけてください。そうそうそう。二つ目が、少々お待ちくださいませ。少々お待ちくださいませ。请稍等一下的意思。でも俺あんまり使わないから、普段俺接客業じゃないから。あ、文旦は接客業やったことないから。前ロフトで働いてたじゃん。その時によく、なこの商品ありますかって、あ、ちょっと確認しないといけないから、お客様に、あ、少々お待ちくださいませって言います、うんうん、あと少々お待ちください、少々お待ちくださいませ、どっちでもいいんだね、うん、俺はほんと使わんからね、言いづらくて。あ、噛んじゃう。少々お待ちくださいませ超難しい。ほんと噛まない。噛まない。言ってみ。少々お待ちくださいませ。おお、すごいロフト経験者3つ目は、かしこまりました。かしこまりました、うん、これは了解しましたか、承知いたしました。よく言われたのは、なんか目上の人に使うときは承知いたしましたを使いなさいって俺言われた。あと前、了解しましたも礼儀正しくないって言われたことある。そうそうそう、うん、だから基本上司には承知いたしましたで、まあ他の人とかには了解した、了解しましたとか、うん、例えば私と文旦が喋って、うん、私も了解しましたとも言える。仕事上の同期とかだったら了解しましたでいいと思うけど、うん、目上の人だったら承知いたしましたって言った方がいいと思う、うん、でお客様に対してはかしこまりました。4つ目、お待たせいたしました。お待たせいたしました、うん、これは多分お客様に聞かれた商品が見つかった時に、お客様の方に行く時にお待たせいたしましたってよく言いますね。まだ居酒屋とかそんな感じ、お待たせいたしましたって感じ、ね、私結構ラーメン屋のマネモノマネ上手じゃないいらっしゃいませー、はい、ラーメン長5つ目、はい、申し訳ありません。申し訳ありません。申し訳ございません。申し訳ございません。そうだね、どっちでも使います。こういうとこが違うかっていうと、申し訳ありませんと申し訳ございません、ございませんの方がもっと尊敬してる感じがします。前の動画でも話したんですけど、結構日本人が先に謝ってほしいっていうなんか文化で、なので何がある時に絶対申し訳ございませんって先にいた方が相手の怒りもなんかちょっと抑える感じで、ね、接客業は特にね。そうですね、相手の気持ちを考えて先に謝らないといけないかもしれない。うん、うん、でも謝りすぎると、お前それしか言えねえのかみたいな、なっちゃう。あ、そう、そこまで。だから最初に謝りを入れてから、しっかりとした理由をつけて言えばいいと思う。最初に理由じゃなくてね。うん、うん、私と文旦は結構付き合ったばかりの時によく喧嘩するのが、うん、私最初理由が言いますね。最初はあんまり、あ、ごめんなさいとか、私が悪かったとかは言わないです。
日本で生活してきたからかもしれないけど、うん、なんか先に謝ってもらわないと気が済まないって感じ。なんかモヤモヤするの。あ、私もなんか日本に住んでもう2年3年くらいになって、なんかもうちょっと日本人寄りになってるかもしれない、うん、先に相手が謝ってくれないとこっちが本当すごいモヤモヤする、うん、なんで謝らないのと思っちゃう。先謝ってよみたいな。そうそうそう、思っちゃう、うん、もう本当なんか みんなもし日本で生活したらね、うん、あの謝ることはもうお水飲むように普通で申し訳ございませんとかごめんなさいとか口した方がいいかもしれないね。6つ目、恐れ入ります。恐れ入ります。この恐れ入ります、正直に今になってもどうやって使うのがあんまり分かんない。どういう場面使うかな。なんかお客さんが何かをやってくれた時とか、あ、恐れ入りますみたいな、ちょっとありがとうございますみたいな。例えば、うん、こっちがペンメモ取っててペン落としちゃって、うん、お客さんが取ってくれた時とか、あ、恐れ入りますとか、あー、そういう風に使うんだ、ね、うん、俺、まあ、俺も接客業じゃないからあんまり使う場面ないんだけど、うん、そんなイメージ。私もあんまり使ったことがなくて、多分お客様に対してのありがとうなんだと思う。では最後、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。これは多分みんなよく耳にすると思います。これはもう本当定番ですね。但我知道大家一定觉得七个很难记，但其实这七个是有一个顺序进行的。那我跟文章演个小剧场给大家看，大家知道了。欢迎。いらっしゃいませ。あのさ、これの T シャツある？あ、ちょっと在庫確認しますので少々お待ちください。できればさ、白がいいんだよね。かしこまりました。少々お待ちくださいませ。どんくさそうな店員だったしな。お客様、申し訳ありません。こちらの在庫が切れてしまいまして。あ、マジ？そうなんですよ。だったらいいや。じゃあこれと同じ黒いやつでいいや。あ、恐れ入ります。じゃあありがとうね。ありがとうございました。はい、以上今日の接客習い用語の動画でした。イエーイ。虽然这七个用语感觉很难记，可它其实都有自己的顺序啦。如果知道这顺序的话，就比较好记了。应该大部分的人来日本一开始的工作都是接客業，例如说空宾利或者是一些ファミレス，还是像我这样子的 loft 这种工作，一开始应该都是对人的工作会比较多。那只要是对人的话，在日本很重视的就是这个接客跟阿拉代用語。はい、あとよく皆様に面接のこと聞かれるんですけれども、嗯、もちろん日本語の能力はすごい大事にされてるんと思うんですけど、でも日本語より多分一番重要なのは態度だと思います。態度ね、うん、元気よく挨拶すると笑顔で、うん、ああ重要それ、うん、人に接する、そう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 、すごい重要なんですよね。そうそうそう、第一印象はすごい重要。そう、俺もね、就活の時にさ、うん、結構シャイな性格だから、うん、結構タジタジになっちゃって、うんうん、もぞもぞしちゃって喋ってて、うんうん、最初の面接官にもうちょっと元気出した方がいいよみたいなこと言われたことある。言われたんだ。ある。でも、まあ、それから元気で全部物事を話すようになったら、うん、もうどん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 就活がうまくいきました。うーん、よかったね、うん、みんながもう日本語そんなに慣れなくて自信がないのが分かるんですけど、でもそれでも怖がらずにぜひ笑って、うん、接してくださいね。そう、何でもポジティブに考えましょう。そうそうそう、うん、なんか怖くて喋らないより、なんか面接官は多分頑張って喋ようとしてる人が好きなんだよね。絶対そっちの方が印象いいと思う。あと、あの挨拶について、私昔2年前1年半前、まあ、忘れたんだけど結構前の動画で説明したんです。あの日本の挨拶がどういう風に言った方がいいのか、どういう場面どれを言えばいいのかっていう動画を出したんで、皆さんもよろしければぜひここに貼りますので、ぜひチェックしてみてくださいね。でも結構昔の動画なので、ちょっと編集技術はそんなに良くないんですけど許してください。あと文壇層の時にないので、私前のシェアハウスで撮ったんです。お、俺の成長の記録が見れないのか。文壇の初めての動画は大江戸温泉です。あれね。ぜひ確認してみてください。そうで、文壇最初はね、その顔が出さないようにしてるんですよ ね恥ずかしかったからね。うん、今はこういう風にちょっと自分の筋肉を、ね、そう、筋肉を皆様に見せながら隣に行ってくれることになりました。すごい感謝感激です。おお、はい、では今日の動画はもし皆様の力になればすごい嬉しく思います。如果说你喜欢这个影片的话呢，都欢迎帮我们的频道按订阅，然后开启铃铛接收最新的通知，也可以帮这个影片按一个赞，或是把这个影片分享出去给你的朋友哦。嗯，每次讲这段我都觉得很尴尬，不知道你们是不是也都听得很尴尬。好，然后呢也可以 follow 我们的 Instagram， 在这里，我的 Instagram 在这里，文章在这里，
这里。有兴趣都可以 follow 一下哦。那我们下次影片再见，拜拜。再见。再见，再见，再见，拜拜，拜拜 ，see you next time。拜。ルーちゃん、ルーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。